はい、じゃあ始めます。じゃあ皆さんどうもラコンティーズです。はいどうも。はいどうも。はいどうも。はい、フリー初フリートークです。はい初フリートーク。今日も3人でーす。ブーヤンは足首ひねって、はい、腰を痛めて休んでおりますんで、はい、3人でお送りしております。はい。もうね、ボソボソとやっております。でも3人組かな？もう名誉会長になります。3人でやってました最初から。名誉会長になりますね本当にもう、はい、ですね。では今日はですね。今日はどうしますか？いろんなとこで YouTuber の方がやってる。はい。それなんですけど、クイズ。そう、クイズ。クイズ。クイズちょっとやってみたいなと思って。なんかね、やっぱ結構こんな感じでフリートークでやってると面白そうだったんで、やっていきたいなと思って。さっき、僕つかぼう、ね、つかぼうと、ガヤさんはちょっとなんかいろいろカンペしながら見ながら調べました。調べてなんかちょっと大人の方が見れるクイズみたいなのを。でですね、僕たちこういうの初めてなんでちょっとなんか飲みながらじゃないと難しいんでちょっと飲みながらやっていこうかなそう 声がでもしゃがれ声になっちゃうんですね、はい、そうですか。なんかね、僕たちってマイクをコンデンサーをですね買ったんですけど、あ、これコーラの音入ってるんでしょ、シュワー、はい、ちょっとバックに音楽かけようと思ったけどこのコーラの音ちょっとしようかな、あれですか、シュワシュワコカコーラ協賛で、はい、コカコーラ協賛で無性にコーラが飲みたくなる動画でなんか行きたいなっていうふうに思います、はいはい、なんかね、やっぱちょっと喉は潤しながら行きたいなと、はい、で、今回ですね、クイズ、まず僕からですね、はい、出します。で、それを出した後にお二人は質問はできます。質問できます、はい、ただですね、質問が僕がはいかいいえだけで答えられる質問、あ、なるほどね、をしかダメ、でそれで、まあ、僕がはいかいいえ で答えを導いてもらうということでやっていけたらなと思います。でもそれは男ですか、あ、男ですか、はい、いいえとか、はい、そんな感じですね。そうです、そうです、そうです、はい、はい、っていう感じです、ね、2つの選択しかないっていうことですね、はい、はい、まあ、そんな感じで、まあ、前振りありました。じゃあ、これいきたいなと思います。はい、はい、じゃあ、僕から第1問、まあ、第1問、はい、じゃあ、いきます。じゃあ、はい、問題、問題、夕方、オフィス街を歩く A 君は5メートルほど先に素晴らしいスタイルの女性が、同じ方向に足早に歩いているのを見た。後ろ姿しか見えないものの、すごい美人のような気がしてならない。しかし、なかなか追いつけず、顔が見えない。そのうちに A 君は、その女性が美人であることを、確信を持った。で、女性の顔を見てないのに、どうして美人だと分かったのだろう。すごい。抽象的じゃない。結構難しいね。答えがあるんだ。はい、これ答えがあります。あ、ちょっと待って。ちょっと某大人のクイズサイトにあったものなんですけど、はい、5メートルほど先に素晴らしいスタイルの女性が同じ方向に足早に歩いていた。後ろ姿しか見てないのに綺麗って、でもよくあるよね、後ろ姿結構髪の毛長くてちょっとこう、はい、ちょっとストレートで可愛らしい顔かなと思ってみたらババだったみたいなね、がっかりのパターン、そうそうそう、追いついたら違ったというやつですね、はい、あれみたいな、ちょっと年いってるなみたいな。でもこの場合は要は追いつけてないということなんですね。それは質問でよかったですか。これはそれも質問ですか。これは質問ですか。質問。今もう一回。これじゃあ、はい、これは追いついている。いいえ。いいえ。追いついてないんですね、これは。追いついてないです。追いついてない。はい。ですね。これもしかしたらどうでしょうかな。ガンガン。ガンガンいいですか。言ってもらってもいいし、じゃあ答え言っても、あ、自分の思う答えを言ってもいいです。あ、なるほどね。はい。いや、もう一つパッと思いついたのがあります、はい、オフィス街ということですよね、これは、はい、オフィス街ですので、はい、オフィス街で要するにその、
そこじゃないです。いや、オフィス街の、あの、はい、あのガラスにもう顔が映ったと。あ、答えそれ。うん、あ、じゃあ答え言うとき、じゃあ答え言うとき、分かったっ、分かったっ、違う違う。あ、じゃあそれ答えですか。いや、じゃあ答えで。ファイナルアンサー。あ、一回しか答えないって言ってた。じゃあ、あの、答え的に言ったら、はい、その、あの、オフィス街のガラスに顔が映った。はい、違います。だからほら、前に見えたとか。そうじゃないのか。鏡は関係ないです。鏡は関係ない。その人が振り向いた。違います。振り向いてはない。振り向いてない。そう。ちなみにこれはあの、時間は関係ありますか。え、はいかいいえ。はいかいいえ。いいえ。いいえ。も関係なし。でもなんか今思うと、秀樹さんが引っかかったオフィス街、オフィス街っていうのはちょっと関係あるかもです。はい。まあ、ヒントで言っていいですか。うん、そのオフィス街なんですけど、オフィス、おそらくそれが野原とか、なんて言うんだろう、あの海辺とかだったら、それはダメっていうか、わからないと思います。その人が美人で、美人かどうかわからない。はい。オフィス街だったからこそわかるってことね。はい、です。ああ、そう、どういうことかな。今のはね、結構大ヒントだ。大ヒントですよ。だから、多分、あれね、はい、その、あれでしょ、うん、エスカレーターかなんか乗ってて、いや乗ってないです。乗ってないだけだけど乗ってないです。いやだから、ね、乗っててこうエスカレーターには乗ってません。ないあれ、いやほらオフィスが言ったら近代的な、ね、あのモデル事務所の近くだった。モデル事務所の近くだった。近くだった。もうモデル事務所に入らはったとに入ったみたいな。モデル、あ、違います。あ、違う。うん、なんかでも考え方的にはもうちょっと柔らかくしていいかも。もうちょっと柔らかく、はい、これヒント出すのむずい。俺、初めてやったけどちょっと難しいですね、これ。オフィス街、オフィス街、オフィス街。ヒント出すのむずい。要は多分、はい、なんかね、映ったんでしょ。映ってないですか。鏡じゃないです。鏡じゃないけど、デキさん、ちょっともうその考え方はもうちょっと何かしらで打ちそうっていう、はい、ちぎってる、ちぎってる、ちぎってるから。その考え方ちぎってる。ちぎるかぁ、はい、うん、なんかこうだけ例えば、うん、立体的な構造で見れてしまったということかなと。であのオフィスあ、え、あ、オフィ、いや、その別にオフィス街、あのオフィス街っていうのは重要なんですけど、うん、その別にオ、そのなんていうの、立体っていうか、その、うん、階段が上と下で歩き寄ってそれで、あ、見れたとかそういう風なのかなってちょっと思ったりもしたんです。あの、階段じゃないです。階段じゃない階段じゃない、まあ、同じ方向に足場全然からんね。そうですね、むずい。で、間歩いていた、まあ、簡単に言うと、思ったより難しいですね。簡単に言うと、前に人がいて、その人の判断をする材料っていうことですね。はい、判断する材料、うん、判断する材料、もういろんな感じで考えてもらう、ね、美人っていう判断の材料でしょ、うん、ということはもうこれ A 君のストライクゾーンは広かったなるほど、誰でも美人だと思える。 A 君の考え、あの美人の考え方、うん、考え方が広がった。わかりました。え、わかったっていうか、はい、実際この方は2人おって双子だったと。でその双子のもう一人の方の顔が見れて、美人だったからこの人も美人だと思っちゃった。あ、簡単に言うとその双子の人のもう一人の方知ってた、そう、知ってた、知ってた人だった、うん、でだから、結論から言うと、うん、違います。あらあら、双子じゃない、双子じゃない、知らない人です。知らない人、この前の人は知らない人、うん、
あ、で、だけ問題ないの。いや、まあ、そうね、まあ、知ったらそのまま。いやいや、知らなくても、ほら、もう一人の人が見、あの後ろ見て、あいつだってだ、いやいや、見えて、あ、この人美人だけ双子なら、美人かなと、っていうの。あの人が綺麗だからきっともう一人、その人も綺麗だと、そうそう、双子なら、そういうパターン、そうですね、そういうパティーン、だからほら確信したって感じでしょ、確信を持って、うん、確信を持ってるからもう絶対そうだって思ってます、絶対そうでしょ、はい、なんでしょうね、そう、あと見る方法でしょ、後ろから後ろ、そうですね、そう、あ、じゃあもうめちゃくちゃ大ヒント言っていいですか、あれ俺一人だったっけあれ何も言わないっていう、めちゃくちゃヒント言っていいですか、めちゃくちゃヒント、もうこれです、さっきのよりも大ヒントなんですけど、はい、あ、逆にでもきついかな、あの A 君はその人の顔を見てないです、見てない、はい、見てない、見てないけど確信してます、その人は美人だと、はい、これ大ヒント、見てないけど確信、見てないけど確信か、はい、ということは、ほら、もうなんかもうこれ声だけの動画なんですけど、もう声がなくなってきましたよ、だって真剣に考えてきましたよ、じゃあ、写真を見た、その人の写真を見た、写真を見た、あ、違います、違う、あ、でも考え方的に、例えばその人がモデルで、モデルのその、うん、ですね、そのポスターがあったとか、あ、それは違います、でもね、考え方的には結構そんな感じなんですけど、ただあの、もうさっきも言ったように A 君はその人の顔を見てないです、はい、見ずに美人って判断する、あ、はい、お母さんを見た、お母さんをもう見てない、お母さんを見てその娘は、なんでその人のお母さんおったんやお母さんや、なんでお母さんおったんですかなんでしょうね、あの、あ、でもそっか、これやっぱもしかしたら子供とかの方が分かるのかな、こういうのは、分かってもほら戦後すぐのしかできないもん、頭固めにとな、ちょっと待って、うん、だいぶ柔らかくはやってた、なんか俺も買ったのか、何なんだろうね、はい、このまあ押さえとる人はもうあのその人を見ていないっていうのと、うん、あ、追いついてないっていうのと、うん、実際は、うん、でも確信していると、うん、っていうことは後ろのものだから、で最初に言ったように、ここは街中で、街の中でね、はい、街の、あ、じゃあもう一個ヒント言っていいですか、はい、時間帯とかってさっき言ったじゃないですか、時間帯ですね、秀樹さん、はい、あの真夜中とかすっげえ朝方とかだと、うん、こうなるのはちょっと美人って判断するのはちょっと難しい可能性はあります、日中ということですか、昼間とかちょっとこうざわついてる時とか、ざわざわしてるね、あの街中って、はい、大ヒント、あれですか、あれですか、何すか、あれ、何すか、小声であれですか、あの、はい、その人がとても有名人な芸能人の方で、はい、そしてその方が、周りの人がキャーなんとかさんよーというふうにして、その人が分かってしまったんで、はい、美人だと、惜しい、惜しいです、惜しい、惜しい、惜しいか、まあ惜しいっていうか、これはそこは、まあ、もうほぼ正解です、ほぼ正解、他の人が振り返って見てた、正解、おーさ、はい、あ、すごい割れた、はい、音割れた、はい、はい、正解はガヤさん正解です、あのですね、答えは、はい、A 君は、うん、自分で見てないんだけど、うん、向こうから反対側から来る男の人たちの表情を 見たから、うん、美人だと分かったが正解です。なるほどね、はい、でもつまり他の人たちが美人だったからもうすごい見てたんですよ、はい、向こう、あ、だけどほら、自分はね、あの後ろ姿しか見えない、同じ方向に歩いてる、でその反対から来る街中ですね、すれ違ってるでしょ、いっぱい人がいるから、はい、
をじーっと見たりとか、はい、振り返ったりとかしようということ で、この人は美人だっていうのを分かったっていう答えでした。でもワンちゃんすんげえブスだけんっていうのは、いや、なんか俺もちょっとそう思いました、うん、だからね、あの特徴があるちょっとあのメイクがすごい人だったとかやべえ、カズキみたいな、カズキの人だとかいうのも最悪、その男の人だったら見るかもしれないですね、ねはい、嘘みたいな、まあ、で、まあこれはまあ株価とかとも一緒なんですけども、自分の判あの自分の判断というか自分の評価だけじゃなくて他の人の総合判断が、時には最も権威のある判断だということにもなりますよ、自分の、まあ、評価以外の人の評価が、常に注意深く観察していることが望ましいっていうなんか謎の後書きもしてありますちょっとなんかその教訓的な教訓的なね、要するに、まあはい、よ人からもよく見られてる、ね、そうですね、はい、っていうクイズでした、はい、どうすためになるためになる、最後最後人生そうですね、まあだけ、まあ他の人から好まれるなんか動画とかも出していかな感じですかね、そうですね、まあ需要みたいな感じで、うちらが面白いと思って出したけど、そうそう、空振りだったとか、で逆になんかこれクソつまらんなと思って、うん、たら意外と伸びる、跳ね伸びるとね、わからんもんだ、ね、まあそのやっぱりニーズに合ったものっていうことですね、はい、なんか偉いなんか、こんな真面目な感じ親民者親民者、じゃあ2問目いきます、あ、2問目いきますか、じゃあ1回じゃこんな感じで、はい、はい、はい